どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお開運巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回ですね、手相の見方なんですけども、なぜか皆さんが勘違いしているという手相の三大誤解、はい、これね、お話ししていきたいと思います。これ僕もね、手相なんか見てますと、なんかこう勘違い、みんな同じようになぜか思ってること多いんですよね。これ3つありまして、手相の線というのがですね、結婚線と頭脳線と生命線で皆さんよくね勘違いされてるんですよ。何かって言いますと、まず1つ目、結婚線。結婚線が3本あると3回結婚するのっていう。なぜかね、結婚線の本数イコール結婚の回数って思った方多いんですけども、これ誤解です。そして2つ目、頭脳線。頭脳線が長いと頭がいい、頭脳線が短いとおバカちゃん。なんか長さイコール頭の良し悪しって思う方すごく多いんですが、これも誤解です。そして3つ目、これがね本当に多いんですが、生命線。生命線が長いと長生き、短いと良くない。なぜか長さイコール寿命って思った方が多いんですが、これも誤解です。ではね、この誤解について、じゃあ正しくはどうなのか、この辺を紹介していきたいと思います。そう、まずですね、1つ目、結婚線。はい、結婚線というのはこの小指と感情線の間に横に入る線、これが結婚線という線なんですね。まあこれから結婚する人はどんな結婚になるのか、今結婚している方は今の夫婦生活がどうなのか、まさに結婚に関することが分かる線なんですけども、さっき言いましたね、3本あったら3回結婚するのなんていうふうにね思う方いるかもしれませんが、これはですね誤解で、何本かある場合は一番長くて強い線を見ていく、こっちは見ないで長い線を見ていく、これがね正しい結婚線の見方になってくるんですね。でとはいつもですね、結婚線がね、じゃあ本数関係ないよって言うとそうでもなくって、細かいのがいっぱいあるっていう人いるんですよ。これはちょっとね、思いが成就しづらい片思い線なんていう線になってくるんですね。だから自分がいいなとか、自分がこの人って見初めた人とはなかなか成就しづらいっていう。なのでこういう線がある方は自分で決めるっていうよりは、例えば周りの信頼におけるですね、ご家族やご友人にあの人いいんじゃないって紹介してもらうとか、あとはそれこそお見合いとかね、最近だとマッチングアプリとか、そういうものを利用すると、恋がうまくいくかもしれないというね、そんな線になってきます。で、結婚線ですね、簡単に言ってきますと、この線なんですけども、これはですね、向きが大事で、まっすぐとか上に上がってるといい結婚線、下がってくる、下降していると要注意な結婚線となってくるんですね。ぜひ皆さんこれチェックしていただきたいんですけど、これね、まず未婚者の場合、まっすぐや伸びていると結婚に前向き、下がってると結婚に後ろ向き、少しもう諦めムード、もう結婚なんかいいや、結婚できないんだなんて思ってくると、どんどん下がってくるなんて言われてます。でこれね、もっと大事なのが既婚者の場合なんですね。これ結婚生活を表すと言われてるんですよ。まっすぐとか上がってると夫婦生活円満、いい結婚線、下がってくると少し、すれ違いが多くなってきてるんじゃないでしょうか、なんていう、要注意という線なんですね。で、これがね、時々もうグイーンってこう下がっちゃう人もいたりしますんで、手相変わりますからね、この辺を自分の結婚生活のバロメーター、よし、気をつけようというね、目安にしていただいて、下がってるなっていう場合は、初心を取り戻して、相手をね、こうまた尊敬の気持ちを持つとか、思いやりを持つというふうにですね、いい結婚線を作るような、そんなふうにね、見ていただければと思います。さあ、これが結婚線ですが、続きまして、頭脳線です。頭脳線の勘違い。頭脳線が長いと頭がいい、短いとおバカちゃん。これが誤解なんです。ただね、とはいえ、長さ非常に大事でして、じゃ長さは何を表すのかと言いますと、これ大体ですね、薬指の外側の際、ここをぐーっと下げたあたりが平均的な長さと言われてるんですが、これで短め、長め、まず見ていくんですね。で、この長さというのは、さっき言いました、頭の良し悪しではありません。じゃあ何かっていうと、頭脳線の長さは、その人の考える時間を表すと言われています。つまり短い人は考える時間が短い。
なので直感型、切り替えが早い、ポン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 こうね切り替えていける。ただ少しその分ね、おっちょこちょいな人が多いなんて言われてくるんですね。で逆に長い人は熟考型、深く長く考えるんだけども少し物事を考えすぎてしまうかもしれないという、まあ個性ですね。どちらがいいとかいうわけではないんですが、頭脳差の長さは考える時間を表すんですね。まあお子さんとか後輩部下の方にですね、何かアドバイス注意をするときには、相手の頭脳線をね、まあちょっとこうちらっとこう確認してから注意の仕方を変えてみてもいいのかなと思うんですね。例えば短い場合ね、直感型ですから、あんまりねこう長くすごくダーッと言ってしまうとね、もうなんかせっかちで聞いてないんでね、後半なので注意するときにはその場で短い言葉ですぐに注意してあげる。で多少強い言葉になっても切り替え上手ですからね、ダメだよこれ、こうでしょ、こういう時はこういうふうにしなさいってすぐ教えてあげた方がいいんですよね。長い人はですね、考える時間が長いので、例えばアドバイスをした後にね、どう思うかちょっと一日ゆっくり考えてみてなんていうふうに考える時間を設けてあげると、相手もねパニックにならず、そうか、じゃあどうしようかどうしようかというふうにね、自分のリズムでいろいろ考えられると言われてます。ぜひね、頭脳層の長さそのようにね使っていただきたいなと思います。そしてです、一番誤解の多い生命線の長さイコール寿命という考え、はい、これね、長さよりむしろ生命線というのはカーブの強さが大事、これが正しい生命線の見方なんですね。ここです。人差し指、中指、この間ぐらいからまっすぐピーッと線を下します。でこの時この線よりもカーブがグググググッと張り出す、カーブが強ければ強いほど体が丈夫ということなんですね。はい、なのでね、長さよりはこのカーブの強さをね、しっかり見ていただくといいのかなというふうに思います。はいね、ちょっとね、なぜかねこういう誤解って非常に多いんですけどもね、はい、ちょっと皆さんね、正しい手相の見方、ぜひね、覚えていただきたいと思います。でね、今生命線の話でいきますと、まあこの生命線、はい、時々ね内側にもう一本生命線があると二重生命線、2倍パワフルな人、スーパーウーマン、スーパーマンね、そんな風にも言われてる最強の生命線となってきます。そして生命線先が分かれてる、これね結構不安になる方多いんですよ。なんか生命が分かれちゃう、ここで病気すんの怪我すんのとか思っちゃう方いるんですけども、これは E 線、これは旅行線、トラベル線という線ですね。まあ、実家から離れた場所で仕事や生活をしてもいいですよという線であったり、まあ、あとはやっぱり旅行ですから、いろんな場所にこう出かけることで気分転換ができて運気がアップするという、まあ、活動的行動的な方にできるという線になってきますんでね、ぜひこの線がある方は家に閉じこもってないでですね、いろんな場所に足を運ぶようにしていただきたいと思います。というわけで今日は手相の三大勘違い、結婚線、頭脳線、生命線の正しい見方、紹介させていただきました。ありがとうございました。